というわけで今日はですね、池田動物園のもうすぐ近くの気になる公園にやってきたんですけど、まあこの感じですよね。もうほぼ遊具が使えないようなね状態になっているという、ちょっと気になる公園があるということでやってきました。あのサイエンス館の中から、まあ、敷地内から入れる公園なんですけど、まあ、ほとんどね使えなくなってます。まあ、こういうのは使えるとは思うんですけど、ちょっと見ていきましょう。もうほぼ 90% 以上の遊具は使えなくなってます。入れなくなってます。なんか最近塗ったばっかりの建物なんですけど、まあですね、なんかその規格外だそうで、まあそのまあ昔はねこういうものが当たり前にあったんですけど、まあ、最近ではね、まあ、例えばこういう突起物が、まあ何かの拍子で、ね、子供さんに当たったりとか、まあ、怪我の危険があるそうなんで、まあ、こういう感じでこのソフトクリームの遊具ですか、でさえ使えなくなってます。まあ、おそらくね抜け出せないとかそういう観点からですかね。ちょっとまあこの辺もまあいろいろ歩いていくんですけど、ほとんど使えなくなっています。まあ、唯一使えるとしたら、ああいうねあのベンチテーブルとか、あの向こうにあの三角の小屋のようなものがあるんですけど、おそらくそういった部類しか使えないという感じになってます。こちらも本当にダメだそうです。募金、共同募金募金でできた施設、これはまあ大丈夫なようです。ちょっとびっくりしましたけど、でこれもダメだそうですね。この立派な恐竜の遊具も使えなくなってます。でもうほとんど 90% 以上は使えなくなってしまっている。これ相当昔からね。
こんな感じになってます。ちょっとね気になったので、来てみました。さっきまで人がいたんですけど、もう今誰もいない状態ですね。まあ、大体こういうのしか、まあ、使えなくなってしまうっていうあれですよね。これこの動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。